もう、父親とは思えません。松本の娘が、ついにコメントを発表。えー、どうも、こすけです。今回もまたね、松本騒動の続報なんですけれども、なんと、ついに、ま、まっちゃんの娘がですね、えー、声明を出したということで、あれ、もうそんな大きかったのかということでね、気になる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、えー、最後までお付き合いいただければと思いますね。まずは、損害賠償の話なんですけれども、大変なことになりそうでして、えー、現在、芸能活動を休止することを宣言して、名誉毀損料理由に損害賠償を求める、えー、訴訟を提起するものとみられると。で、 抹茶の裁判ともなれば多くの方が裁判の傍聴を希望するため、傍聴席が足りず、購買率の抽選となるとで、本来の名誉毀損の医謝料は通常数十万から百万程度になることが多く、加害者への制裁となるような高額な賠償が認められていないのは実情。そうですね。見合ってないってことですね。実際判決の額とね。あただね、抹茶は7本のレギュラー番組などを抱えているわけですから、医謝料だけでなく、えー、今回の記事で番組や CM の出演を取りやめざるを得なくなったとして、多額の営業損害も発生する。請求できると。 で、その額はちょっとね、過去最高額になるかもしれない。まだ今のところわかんないけど、もしかしたらね、何千万とか何億とかになる可能性ももちろんあるということで、ね、やっぱ結構ネットで話題になってるのが、それでもう、文章を潰すんじゃねえかっていう意見もあるぐらいですから。で、まあ、この裁判で文春の責任が認められるか否かは、記事の内容が真実であるか否か。また、記事にした内容、真実だと信じるのが相当と言える程度に、週刊文春側が取材を尽くしたと言えるか否かによると。真実相当性があるって、確か裁判で認められれば、 まっちゃんは厳しいだと思うんですけれどもね。まあ、この事実関係を明らかにするために、 まっちゃん本人被害を受けたと主張している女性、えー、まっちゃんと共にいたされる芸人、えー、タムケンとかですね、相当多くの方が証人として裁判所に行くということで、まあ、こういう人たちを見るたびに、多分裁判の傍聴は、めちゃくちゃ高倍率の抽選になるんじゃないかと思うんですけれども。まあ、このトラブルは注意しなければいけないことがあると。それは、その告発した人がネットで特定されて、私生活が暴かれたり、誹謗中傷されるといったまっちゃんファンでした、ね。そういった二次被害ですね。こういった二次被害にも対応していかないといけませんから、まあ、軽はずみでね、そう,いう ふうに告発した人を晒すっていうのはね、あっちゃいけないってことですねで、あとちょっとまっちゃんがケチすぎないかということで、ね、話題になっているの博多アナマルの大吉先生が過去の多分ツイッターで結構上がってるんですけども滑らない話の方でまっちゃんとの話になった時があったんですけれどもまっちゃんの後輩たちは女性を集めなければいけないまあこれはかなりのプレッシャーらしくてでこちら15年2月福岡で行われた公開収録えまっちゃんの滑らない話プレミアムライブ福岡これは7年前ですね博多花丸と 大吉の大吉が松本が初めて福岡に来た際の話をしたと。今、まあ、これ僕見たんですけどね。まあこの時はね、まっちゃんもう本当まあ笑い話で済んだんですけどね、今見ると全然笑えないんですね。これ YouTube とか Twitter であると思うんで、えー、まあ文言以外で、その場の空気感とか見たい方、動画見,見られるのが一番いいと思うんですけども。まあ、松本は今田孝二ら他5人で福岡に来るということで、大吉は分かってるな。女の子を用意するようにと命じられたと。これも命じたのは多分、まあまっちゃんの側近たちでしょうね。で、大吉は福岡に詳しいため他の先輩らが 来ても、えー、店や飲み会をセッティングしてていいたたそううだだが有名なな松本なら余裕で集まるだろうと鷹をくくっていたしかし、声をかけていくと、松本軍団が全国での悪評が福岡の女性らに広まっておるということで、この時点でもう、やばいです。バレてますね。まあ、これもう笑い話で済んじゃってるんですけど、で、飲み会に行ったら何をされるかわからない。笑いよりも、後に与えられるのが上回るなどと言われたようで、全く女性が集まらなかった。で、困った大吉は福岡吉本の芸人らに協力を求め電話をかけまくったが、みんな嫌だった。で、松本がやって、 来る二日前になっても、女性は一人しか集まらなかった。バクロその話を初めて聞いた松本も、驚きを隠せない様子というのも、直前になって松本さんと次会えるのがいつになるか分からないので、やっぱり行きたいという連絡が相次いだ。あ蓋を開ければ、結局、五十人の女性が来ることになったと。で芸人五人に対し、女性五十人ということで、二部制の飲み会にしたで。松本はテレビでも見せないほどの笑顔で、女性らとコミュニケーションを取っていた。と大吉明かす。えー、で、カップ料理の店を貸し切って,て、会計が三十三万六千円ということで、まあ、五十人ぐらいで三十三万だから、まあ、安いんじゃないかなと思いますけれども。 という伝票を松本に見せると一瞬笑顔が消え青ざめ、か細い声で。 今だ呼んできて、と言った。そのエピソードを披露して会場はそのうちで大爆笑で。松本も振り返り、ダッサと自虐を言ったが、この後今だと割り勘にしたと。女性関係でなく松本のケチっぷりを如実に表したエピソード。まあガキの使い見てご覧になってる方はね、松本ケチケチ裁判とか結構あったんで、まっちゃんがケチっていうのはね、結構ガキの使い見る方にとってはもう、あの、常識というか、知ってることだったんで、確か飛ばに旅行に行った時にスガキ屋で済まされたりとか、えー、後輩に女性を集めさせていたという点、ドケチという点を報じられたが、過去の放送から、 こがが事実だったことが分かる。芸人の中の縦社会は存在するでしょうし、飲み会だけなら何の問題もないということで、大吉先生が過去の、まっちゃんの悪行を、まあ、滑らない話っていう形で暴いちゃった。 たんで、まあ、これはやってるだろうなということで、まあ、大吉先生も、まさかこれがここまでの問題になると当時思ってないでしょうからね。まあ、歯切れよく喋ってたんですけれども、ちょっと今見るとマジで笑えないですね。でね、あと父親にコメントを発表するね。まっちゃんの娘なんですけれどもね、こちらなんとね、長女出来合い父の顔があったと。 で親子仲良く手つなぎブランコしてたということでねなんと松本の家族への思いがありまして松本の根本には目に入れても痛くないほどの長女の存在があるということでねもうこの騒動がまっちゃんの娘の耳に入っちゃうとねもう本当に娘から死ぬほど軽蔑されると思うんですけれども実は10年ほど前筆者は都内で偶然松本夫妻と長女のスリーショットを目撃していると当時有名人の子供が数多く在籍することで有名なプレースクールに通っていた長女真ん中に左側に松 松本右側に夫人とそれぞれ手をつなぎ、たまに足を浮かせてブランコ状態を楽しむ少女という奇跡のスリーショットを目の当たりにしたと。複数の外国大使館が点在する閑静な空気が流れるエリア、まあこれは港区ですね。おそらくね。松本が長女と大きな声で歌を歌いながら歩く姿が衰えたのを覚えている。このプレイスクールでは年に一度生徒全員が参加するお遊戯会が開かれるのだが、松本は堂々と最前列に陣取り、マ、ま、ナ娘の熱戦を食いるように見つめたと。みんなこれマッチャンが最前列にいたらね、もうマッチャンが気になって。 子供たちの演技、目に入ってこないでしょうね、これね。あんなに忙しい方なのに、発表会の前日まで長女の相手をしてあげていた。え、お湯会以外でも、父兄が参加するイベントには必ずと言っていいほどお見えになっていた。なかなか、あそこまでやるお父さんはいないと。いうことで、まあ、めちゃくちゃ小本能だったと。松本の長女を溺愛するエピソードは他にもあると。松本ファミリーの手つなぎブランコを目撃した数年後、長女はクラシックバレーを始めたのだからその発表会でも、松本の前のめりな姿を目撃された。さすがに最前列はなかったようだが、長女の演技が終了した時のあまりにも大きな拍手に会場中、 のの観客の視線が集まりあれっって一人話をすするる父兄やそのののの姿姿に感動する他の生徒の祖父母の姿があったあたれとはもちろん松本。まっちゃんがね、終わった後娘にバン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 こう、超でっかい拍手やってたんでしょうね。これ容易に想像つきますね。まあ、のらりくらりと相方の言葉をはぐらかすようなテレビから受け取る松本さんのイメージからは想像がつきにくいのですが、娘さんへ必ず言うことは、何事もやるならトップを目指せと。もう今この言葉がほんと薄っぺらく感じちゃうから、ね、ショックですね。発表会に向けて緊張とプレッシャーで押しつぶされそう になる娘さんを一生懸命励まし続けたで、このバレエ教室がきっかけとなったかどうか定かではないが、長者松本と、え、人前で演じることについて話をする機会が増えたということで、演者としてね、まあ、父親の影響も多分に受けたんじゃないかなとで。別の知人はこう証言。松本は芸人としての仕事や芸能界の話もすると。娘さんが芸人を目指すような意思表示は今のところないと。父親であり、 芸人の松本さんは心から尊敬していることだけは間違いない。心から尊敬してるのにね、そんな存在が自分に見せる顔とは全く違った若い女性を相手にハレンチな行動をしていたことを報道されたわけですから、娘さんは計り知れないほどのショックを受けたのではないかということで、ちょっと父親に対してのまっちゃんの娘のコメントがめちゃくちゃ気になるんですけれども、えー、ということでね、これ10年前でブランコに乗ってたとかですから、今はもう多分、まあ、中学生か高校生ぐらいなんじゃないかなということでね、で、いよいよね、問題の松本の娘のね、えー 父親に対するコメントなんですけれどもね。僕もかなりびっくりしました。まさかね、えー、こんなことを言ったなんてという話なんですけどね。こちらにあります。はい。どーんこちらね、えー、父親のことを、私は今も昔も父親とは思えないと。私が生まれた時、父はすでに、教祖であり、グルでした。グルん私は一度も直接、お父さんと呼んだことはない。最初から、孫子でしたと。いうことでね、あれこれ誰こなんと、 朝原昭光、松本静元死刑囚の四女の、えー、松本さやかでしたね。ということで、まあ。 まっちゃんの娘、松本の娘ではあったということで、まあ、松本違いということでね、まっちゃんじゃねえのかよということでね、松本静雄の娘もお父さんに対して父親じゃないと思ったということでね、こちらの報道を見ますと、まっちゃんの娘も多分お父さんに対して同じように父親とは思えないって言ったんじゃないでしょうかね。えー、ちょっと最後にね、皆さんにお伝えしたいことがございます。申し訳ございませんでした。以上、本日は松本の娘がコメントを発表、父親とは思えませんという映像がやりました。えー、こういう形でね、芸能の旬のニュース。 構成切っておりますので、チャンネル登録してご覧いただきまして非常に嬉しいです。で最後までご視聴いただき、ありがとうございました。